タバでいつも頼むメニューはダークモカチップフラペチーノ。どうも、よりともです。おはようございます。皆さん、スタバで何をお飲みになりますかね。自分はいつも毎回決まってダークモカチップフラペチーノでございます。もうこれしかないですね。甘いの大好きなんで。おはよう。パクだった。符号のキルシュでございます。例のごとく今回コメント読み上げていきましょう。まず1個目、はい、まずトトロさん、よりともさんにコメントもらいたいのですが、どうやったらもらえますか。クエスチョン。そう、別に説明してもらえれば全然コメントを送ります。はい、青ロケをバンバン飛ばします。毎日青ロケ、銀ガイアスキルまで飛ばしてますので、あとコメント制限かかるまで飛ばしてますので、ぜひ遠慮なくいってください。今マゾンといたね。おはよう。ガス置いてんなこいつ。おはよう。ガス置いてたら、ね、なんで直接メッセージいただければコメント。でででで、爆発。次、バラメンヘラさん2番目ですね。みんな強かったのに僕だけ強くなくてラッキーって気にしないですよ。ゲームなんで全然気にしないでください。はい、もしもなんかそういう嫌だなって思ったら、そもそも誘ってないんで大丈夫です。その死ぬのも当たり前提で戦ってますから全然気にしないで大丈夫です。これね、コメントは全部過去にいただいたものなので、時系列バラバラです。いつ送ったっけ、多分本名持ってると思うんですけど、適当にピックアップして予想します。1本につきそうね、今のところ5本ぐらいで考えてるんですけど、皆さん人に思ったことなんかあれば気にならないと思うので、コメントは全力でよりとも読んでおきます。はい、お疲れ。次行きましょうか。トラちゃんさん、この前よりともさんに聞かれました。なんかこれだけ見るとすごい俺が通り魔みたいな。おお、ちょっと待って、このバスやばくない。このバス今やばくない、最高やん今の。ああいう正面衝突系俺好きやね。この前よりともさんに聞かれました。今のもちょっと引っ掛けましたね。ロードキルでしょう、きっと。マクラーレンスクイーズで瞬殺マクラーレン95式って言ったら完全僕なんで、はい、皆さん見ててください。建物の中で避難してください。また引きに行く可能性ありますのでよろしくお願いします。トラちゃんありがとうございます。次、ヒカルンさん、iPad に変えたよ。第6世代だけど近距離になれなくて慣れてる。ちょっと待って、これ乗り出し打ちやばくない。はい、爆破投げー。ね、iPad ね、自分もともと iPhone7 でやったんですよ。で iPhone7 でやってて、そこから第6世代に変わったんですけど、最初はやっぱり大変でしたよ。で、一番最初、本当に初日、2時間だけ射撃場に来ました。もう昔の射撃場でした。バンとか拾わなきゃいけないんですよ。昔。で、MK60 の空気を待ったんですよ。はい、ツーダウンっていう。で、それから、こう、指切りっていうのを2時間みっちりやったので、慣れました。その後は、なんだかんだに1週間ぐらいは、この動きとかの、やっぱ操作性が違うじゃないですか。だからこう、持ってると腕が痛くなるとか。ナイスロードクルー。こいつね。いろいろありましたが、家の中に1回行って。家の中に1回行って。ナイス。いろいろありましたけど、結局慣れましたね。これはね、完全に慣れの問題で、でもね、iPhone から iPad だったら絶対にそれ、いいの変えなかった。最初は慣れなくても当然なんですよ。で、性能がいいからもうぜひぜひそのままやり続けて、欲しいです。これ違うよ、鏡の立ち方あんねん。これなんでだろうね、たまにこう左側のね、こう操作が効かなくなるんですよね。マジできついって。ヒカルンさん、ぜひね、まあ、近距離は確かに難しいから腰打ちで遠距離をマスターした方がいいですよ。で、自分はこの腰打ちすごい腰打ちしかしないじゃないですか。それはなんでかっていうと、やっぱ iPad のメリットを生かして iPhone で腰打ち遠距離ってめっちゃ弱いんですよ。で、めっちゃ弱いから、そこじゃなくて iPad の強いところっていうのは遠くまでめっちゃ見えるっていう、で、操作性こう微妙な小さな調整が効くっていうのが利点なので、ぜひぜひヒカルンさんもね、近距離よりもどちらかというと中長距離を練習した方がいいと思います。最初は慣れないです。かもられるけど、もう気にしないでいいよ。よかった、だから一緒に回ろうぜ。直通で作れれば、じゃあ全然フレンド追加するんでやりましょう。次ですね、はい、こちらのコメントです。 USJEUDJ さん、なんちゅう名前。これ38連ドンカツのコメントですね。逆に39戦目どうやって負けたか知りたい。これもよく聞かれますね。これ39戦目どうやって負けたか、これ最後に1対1になったんですよ。チーターでした、もう最悪。それは、ね、勝てるわけないでしょっていう。いやそれだよ、やっぱチーターはどうしてもいるからね。それで負けちゃったんだよね。悔しいけど仕方ないよな。で、最後1対1残ったのが俺でした。最後頼朝が残ってチーターに負けました。見事に。チ
時間無理だよ。遠距離でラスト壊せ壊せ、ナイス、やべえ、回復して OK。 なんで39戦目はチーターに負けて死にました。その映像はね残ってないんですよね。なんかその時別にいらないかなと思って、あの死ぬシーンは今もう撮っときゃよかったなと思うんだけど、他の YouTube に上げた動画はね全部持ってるんですよ今のに。でもこの映像はちょっとね、ないのでちょっとお見せすることできないんですよね。どうせならそれセットにしときゃよかったな、その方が伸びたかもはい、今回はこんな感じのコメントいただいたのでコメントしてきました。ちょっと今映像がめちゃめちゃ乱れてます。忙しいです。こいつうまいな今の隠れてんの。おお、車やべ。この丘もねガソリンスタンドの次ぐらいに結構混んでるイメージある。はいどうも、前の木にいるよ、いるの分かるんだけど、マジでちょっと待って、これ敵もいい、きつい、ちょっとまだいいの、あいたいたいた、ドロンゴドロンゴドロンゴ、待ってない、オーケー、結果オーライ、オーケー、前いるよ、前いるよ、正面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 いるよ、うおー、チェックしてよ、マジでマジでマジっすか、マジっすか、オッケー。でここからラス1を、ラス1どれ、ラス1どれ、来たー、運命乗っとる。そういえば運命ね単発で出たよ、びっくりした、絶対乗らないんだけど。あ、いいのこれ、タイミングずれた、あと2秒、あと、いや、やって1秒早ければ倒すかな。これね、そのあの窓のとこ抜けちゃうんだよね、あれしゃがんでても、あれ伏せなきゃいけないんだよね、そこのところは。まあ相手もちょっとタイミングが悪かったかな。あ、正面車これ追っかけてなかったんだけど、ちょっとここはダメージかなっていうところ。あー悔しい、いやーもうちょい車両だった、乗った降りるべきじゃない、降りるべきだと思ったけどな。ゴー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 、ダウンしとる。でもう一人逃げたよ、言わんとこ逃げたよ、俺は知っとるぞ、俺は知っとるぞ、ウェイクー、おはよう、ゾンビのところに一人いる、ゾンビのところに一人いる、適当に降りてほしいんだ、これ適当に降りてほしいんだ。 OK、 はい、いただきます。MK60 ね、あれ好きやな、ね、結構これちょっと長いね、そうこれ普通にちょっとロングバージョンですね。あー今の綺麗に入った、もう綺麗に入った腰打ちだけのキル集とか作ってもいいかもしれないですね。なんていうのこうパーフェクト腰打ち集みたいな気持ちいいやつ、バババババのやつ。いやバイスコエアルも今後見ないからね、本当はこっちだけじゃなくてアシストや使いたいけども、うっ、こっち行った、隠れてこう、味方が一人ダウンしてる、ちょっと時間差でねこう投げるといいですね。ああ今いっぱいだな、あそこ投げた方がいいのかな、わかんねえね状況がな。何もないところで突然の怖いからね、やっぱね。万全に行くんだったら、みんなで待って行った方がいいかな、本当に。まあ、ガンガンに行ったらいいよ、どうぞ、ガンガン行くんだけど。足音の中、もう適当に乱射。今、2階にいたいな。もう落ちてきた。めちゃめちゃ回復持ってるやん、どんだけ保険かけとんの。出てきた気づいてなかったね、うん、あるある、こうなっちゃうと仕方ない。これ最後ですね、今回もご視聴いただきありがとうございます。ぜひよかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。動画は毎朝7時に投稿しております。こっち有利なんだけど、うーんやばいよー、オーケー、危ねー、ガスでも飛んできたら死んでた。毎朝7時に投稿してるんでぜひよろしくお願いいたします。オッケー、ありがとうございます。